新幹線変形ロボシンカリオンは JR 東日本企画小学館集英社プロダクションタカラトミーの3社によって立ち上げられたプロジェクトにより開発され2015年3月16日から展開されている新幹線から変形する巨大ロボット並びにタカラトミーより発売されるプラレールのガングシリーズなお英語表記はシンカリオン単にシンカリオンとも 2012年に姿を消し、その後、トミカハイパーシリーズのプラレール舞台として復活したものの、わずか1年で姿を消したプラレールハイパーシリーズの後継シリーズである。子供たちに、鉄道ロボットという夢のある新しいコンテンツを提供すべく、正体不明の巨大な敵に立ち向かうため、日本の夢と技術が詰まった新幹線をベースに、 開発されたロボという設定で JR 東日本監修の下、実在する新幹線がロボットに変形するキャラクターとして誕生した。宝富の変形ロボットで鉄道車両をモチーフとしたものは前身のトミーが手掛けていた超特急ヒカリアン電光超特急ヒカリアン以来となる。本作の特徴として企画時から JR 東日本グループの JR 東日本企画が関与している。そのため前述の JR 東日本のほか、新幹線を運行する JR 各社や関連企業が協力しており、テレビアニメ版では新幹線車両のほか、実在する鉄道関係施設も登場する。この経緯からテレビアニメで初めて JR マークが正式使用されている作品でもある。本作の企画は、 JR 東日本企画と小学館、集英社プロダクションによるプロジェクト E5 が前身であり、2014年の東京おもちゃショーでの展示が初出である。その後タカラトミーが参画したことで、プラレールをベースとした商品化が前提となり、当初からのデザインもタカラトミーと小学館ミュージック デジタルエンターテイメントの両者によって何度も検証を重ねたことで大幅に変更させている。戦述のように商品展開はプラレールを基本としていることから車両製品はプラレールの編成車両と同じ産量で構成されておりプラレールでの走行も可能となっている。また前述のプラレール規格に合わせるため車両の造形もプラレールと可能な限り同じものに近づけている。 2018年1月6日から2019年6月29日までテレビアニメ第1期が放送され2019年12月にはテレビアニメ版をベースとした映画が公開された2021年4月9日からはテレビアニメ第2期が放送されている玩具版とアニメ版では一部の内容が変更されている新埼玉市に住んでいる早杉隼人は 鉄道博物館に勤める父、北斗の影響で、新幹線や電車が大好きな少年である。ある朝、隼人は、北斗が置き忘れた、進化というカードで、鉄道博物館の地下に存在する特務機関、新幹線超進化研究所へ迷い込んでしまう。最深部の格納庫で、新幹線 E5 系を発見した隼人。すると、なぜか、乗車扉が開いたので乗り込んでみたその時、 突然、警報とアナウンスが響き渡った。新幹線 E5 系は、ハヤトの持つ進化に反応し、ハヤトを乗せたまま自動操縦により目的地に向かって発射してしまう。異次元からやってくる巨大な物体、バチガミが街へ近づき暴れているのが見えたとき、ハヤトが北斗の指示で運転席に進化をタッチすると車両は新幹線超進化研究所が 秘密裏に開発した人型ロボット、シンカリオン e ゴハヤブサへと変形する。日本の安心と安全を守るため、ハヤトは e ゴハヤブサと共にバチが見え立ち向かう。埼玉市大宮区に住んでいる、早杉ハヤトは、冬休みの宿題を約束通り終わらせた、ご褒美に、父、北斗に連れられて、東北新幹線 e ゴ系ハヤブサに乗せてもらう約束をしていた。普段は、 忙しい北斗と一緒に新幹線に乗れるということもあって、隼人は旅行をとても楽しみにしていた。ところが、北斗が早草の指定席券を取り忘れたために、e い2い系山彦で東京駅から新幹線の旅を楽しむことになった。だが、突然北斗に仕事の電話がかかってきて、事態は一変した。北斗は急に鉄道博物館に向かうために、 大宮駅で下車するとハヤトに告げ、旅は打ち切りとなってしまった。北斗はタブレットをハヤトから受け取らないまま鉄道博物館に向かってしまった。だが、そのタブレットのカバーに進化が入ったままになっていることにハヤトは気づく。ハヤトはこれらを北斗に届けるために鉄道博物館に向かうと謎のドアを見つけた。ドアのリーダーに進化タッチするとドアが開いたため、 その向こう側に迷い込んでしまう。そのドアは、鉄道博物館の地下に存在する特務機関、新幹線超進化研究所東日本司令室、大宮支部への入り口だった。そこでは、北斗が司令庁の出水新兵と共に格納庫で暴走する巨大怪物体を処理しようとするが、超進化研究所が秘密裏に開発した人型変形ロボット、シンカリオンのうち、 E5 ごはやぶさ以外のシンカリオンは、この巨大怪物体を捕獲した際の損傷で、起動不能となっていた。超進化研究所の格納庫がこのままでは、あと10分で破壊される事態となった。ハヤトは完成所のドア越しにその様子を見ていると、車掌型ロボットである車シ,ショットに見つかり、不審者と間違えられる。ハヤトは慌ててシ、車ショットを抑え込んだが、車シ,ショットは何かの計測を開始していた。 すると、北斗をはじめとする超進化研究所の職員に見つかり、何かの計測を得たシャショットによってハヤトがシンカリオンの適合者だとわかる。シャショットはハヤトの適合率が96.5%と告げた。実は、ハヤトが北斗の目を盗んでプレイしていたタブレットに入れられたゲームがシンカリオンシムと呼ばれるシンカリオンの運転適性を判断するシミュレーターであり、 北斗がスコアを見ると、とてつもない得点を記録していた。着任したばかりの新人司令員の三原双葉は、ハヤトをシンカリオンに乗せることに強く反対したが、ハヤトはお父さんの役に立てるならと乗ることを志願した。ハヤトは専用のシンカを北斗から手渡されて、これまで誰一人動かせなかったシンカリオンいい子ハヤブサに乗る。ハヤトが北斗のオペレーションで、 運転席にある、進化ギアに、進化をタッチすると車両は動き出し、車ショットのサポートを受けながら、イーゴ・ハヤブサへと変形する。日本の平和と安全を守るため、ハヤトは、イーゴ・ハヤブサと共に巨大怪物体へ立ち向かう。キトラルザスとの戦いから数年後、オカルトスキの少年、シンタシンは、旧丸山変電所に現れた。 宇宙人と見られる謎の影の正体を探るために薄い峠鉄道文化村を訪れる。そこで見かけた少年を追いかけているうちに、シンは文化村の近部各に置かれた新幹線 E5 型を目撃、それが数年前に謎の怪獣と戦った正体不明の新幹線型のロボット、鉄道ダーシンカリオンであることを知る。それと時を同じくして現れた巨大怪物体。 偶然にも、シンカリオンの運転手としての適合率が高いことが判明したシーンは、シンカリオンの強化、改造を担当した少年、ウスヤブとに代わって新たなるシンカリオン、シンカリオン ZE5 ハヤブサに登場し、巨大怪物体と戦う。パイロット、運転手ガング版では、パイロット、アニメ版では運転手と表記されている。新幹線超進化研究所。 東日本司令室大宮支部単に大宮支部と呼ばれることも多い。玩具版では東日本本部と表記されている。新幹線超進化研究所東日本司令室山形分室新幹線超進化研究所東海司令室名古屋支部新幹線超進化研究所北海道司令室北海道支部新幹線超進化研究所 九州司令室文字支部新幹線超進化研究所、西日本司令室京都支部新幹線、超進化研究所関係者東日本司令室、北海道司令室西日本司令室東海司令室、九州司令室総合司令部科学産業省、キトラルザスアニメ版で登場する謎の人物たち。当初は地の底よりハ出し種族、後には滅び行く種族と名乗っていたが、 第33話から登場したトラメの発言により、キトラルザスという種族であることが判明した。人類が登場する前から存在する種族であり、地底でより高度な文明が発達していたが、環境の変化に対応できず進化の道が途絶え、やがて衰退していった。そして現在は、現代に生き残るために地上に住む人間たちをすべて排除し、 地上を彼らの新たな拠点にしようと行動していることが白虎により語られる。また、古き起き手により敗北や裏切りを許さないということも語られている。胸に心臓の役割をする赤い宝石のようなコアが溶け込んでおり、コアの輝きが弱まると石化が始まり、輝きが消えてしまうか何らかの要因で、コアが胸部から抜かれた場合は完全に石化してしまう。 エージェントカキの4人を指す。それぞれが人間を観察しながら、個々にシンカリオンに戦いを挑むが敗北を重ねたことから、第27話からスザクの提案により、協力して戦うようになる。旧世代のエージェント10年前に人類に攻撃を仕掛けたカキの3人を指す。カイレンが指揮をとって、ファーストエネミーを出撃させたが失敗に終わり、五年後に地球を離れ、 自分たちの環境に適した星を探索するために3人で宇宙に進出して長い旅をしていた。だが、そのような星を結局見つけられず、5年後にトラメが先行して帰還、残りの2人も相次いで帰還した。3人とも好戦的な性格であり、滅びから逃れるためには人類に対し武力行使による道しかないという思想のため、白子たち現在のエージェントとは、そりが合わない。 人間界に住むエージェントエージェントたちを束ねる存在パイロット運転手の関係者第3新東京市の市民第31話で、ハヤトが東海道新幹線を走行中の N700A を撮影している最中に熱中症になり意識を失っている間に見た夢の中に登場。キャストは原点であるアニメエヴァンゲリオンシリーズのオリジナルキャストが担当している。 その他の関係者その他の登場人物新幹線、超進化研究所横川支部薄い峠鉄道文化、村の地下に存在する超進化研究所の支部の一つ。手置きとの戦いの激化と結晶体の分析のため、主要メンバーは第8話で大宮支部に全員移動となる。一人称は、大樹と山笠以外全員、俺という。大樹が、自分また、俺で、唯一、 山笠は、僕という、新幹線超進化研究所文字支部、手置き隊に気における敵対勢力。地球をあるべき姿に着すために巨大怪物体を従えて、くさび石を破壊しようとしている。その他の登場人物新幹線超進化研究所によって開発された、新幹線車両から変形する、大巨大怪物体応の人型ロボット。運用するためには、 各車両ごとに適合する運転手が必要となる、超進加速度へと変形する。通常は新幹線形態であるモード新幹線で格納庫に待機しており、出動の際には捕獲フィールドの最寄りの場所まで特別ダイヤを組んで各新幹線の路線を使い移動する。また、戦闘の際にも各新幹線の路線を経由し、捕獲フィールド付近に向かい、 そこから分岐した光のレールを通って捕獲フィールドに突入する。運転士が運転室に入るとインカム付きのパイロットスーツが自動的に装着される。このスーツを装着した運転士は体の動きがシンカリオンに連動する。インカムは指令室や他の運転手との相互通信用。運転室から出るとスーツ装着は自動解除となり元の姿に戻る。 発信時は適合する運転手が進化ギアのカードリーダブに専用の進化をタッチ、進化リオン出発進行と看護し、進化ギアのレバーを下げることで発信する。変形時には各車両のロゴマークが光り、700シリーズの3機と500小玉、ドクターイエローイーゴはやマーク2を除く各進化リオンは、 戦闘車と後尾車の先端同士を連結し、戦闘車が上半身、後尾車が下半身を構成する。稼働限界は、長期戦の場合は、予備電源を使えば約2時間とされ、補給、再起動には最低20時間ほど要する。第28話での出水のシンカリオン開発の改装シーンでは、E2 系が試作機であったと、おぼし描写があるが、この車両は、 第55話で、試作機のシンカリオン E2 であることが判明、爆破事故で残された機体の後尾車が大宮支部に留置されている。また、シリーズ構成の下山武とからは E3 系も使用されていた可能性が示唆されている。第2期では来たる脅威に対抗するために強化されて、シンカリオン Z という故障に変わり、第1期のシンカリオンとは各部の異象が異なる。また、 従来のリンク合体やクロス合体に代わって新たに開発された特殊武装車両、在来ナートの合体が可能となっている。シンカリオン Z が心臓器か従来のシンカリオンの改造器かは不明。玩ングのシンカリオンはディフォルメされた車両からシンカリオンモードへ変形するが、アニメでは実車と同等の長さの車両から玩ングと同様の形状に変形するため、 変形する際に各部が収縮し格納される描写がある。また、第1期のシンカリオンと第2期のシンカリオン Z との間に互換性はない。実際の E5K 実際の E6K 実際の E7K 実際の E3K1000 番台実際の E3K1000 番台実際の N700K1000 番台のロゴ。実際の H5K のロゴマーク。 実際の800系1000番台実際の500系7000番台実際の500タイプエバ実際のハローキティ新幹線実際の700系3000番台実際の700系7000番台実際の N700 系7000番台,実際,700番台実際の新幹線923型ドクターイエロー T4 編成的側のメカニック巨大怪物体10年前に突如現れた正体不明のモンスターの総称 漆黒の新幹線が放出する黒い粒子の作用により、周りの建造物などが巨大ロボに変化する場合が多いが、漆黒の新幹線を介さず、エージェントが直接巨大怪物体を出現させることもある。動力源などは一切不明で、形態も出現するたびに毎回変化している。出現のたび、超進化研究所によってその形態からコードネームが付与される。 クレアツルス第36話から登場したキトラルザスと同様地底世界に住まう生物たち。第43話で双葉がオペレーションを行う移動指令書のモニターを見た現部の発言により、クレアツルスという生物であることが判明した。クレアツルスは戦術の黒い貨物列車のコンテナから出現する。講師ともに絶大な能力を誇るが、そのままでは地上で活動できない。 しかし、黒い球体を取り込むことで地上での活動が可能となり、球体が破壊されると元の地底世界へ強制送還される。実際の鉄道博物館、テレビくん2015年11月号から2018年1月号までコミカライズ連載した。当初は玩ング版をベースにする形であったが、アニメ版の放送開始を受けて、2017年12月号より、 アニメ版をベースにする形にリニューアルした。その後、劇場版の制作を受けて、2019年8月号より、劇場版のストーリーをベースにする形で、コミカライズ連載をで再開した。また、別冊コロコロコ,ロコミックスペシャル2018年4月号より、新幹線変形ロボシンカリオン長変形ギャグガイデンのタイトルで、同年8月号まで連載された。 新幹線変形ロボシンカリオンザアニメーションのタイトルで2018年1月6日から2019年6月29日まで TBS 系列アニメサタデー630第2部で全76話が放送された。なお、実在する会社や地名などが登場するということもあり、次回予告後のラストで必ず、この番組はフィクションですというテロップが流れている。 本番組は2020年現在 TBS テレビが最後に手掛けた全日体のアニメ作品であり TBS テレビは本作を最後に子供向けアニメ及び全年齢層を対象としたファミリー一般向けアニメから撤退したため民放の中で唯一全日体の30分枠のアニメを放送しない系列にもなったスタッフ主題価格はリストサブタイトルは として統一している。この他、第19話までの内容を編集した第23.5話に、相当する、総集編、断乱早すぎ家と、シンカリオンが、配信限定で公開されている。放送局日本国外での放送時間帯はすべて、現地時間。DVD ブルーレイこの作品を収録した、DVD 版が2018年12月21日以降、 ブルーレイ版が2019年1月30日以降、順次発売。発売元は、NBC ユニバーサルエンターテイメントジャパン。美行、新幹線変形ロボシンカリオン Z のタイトルで2021年4月9日より、テレビ、東京系列他にて放送中。第1期から数年後が舞台となり、新たな登場人物たちを中心とする物語が展開される。 本作から制作局がテレビ東京に移動し、テレビ東京系列局ではゴールデンタイムでの放送となっている。スタッフ主題歌格はリスト放送局テレビアニメ第1期の劇場アニメ劇場版新幹線編形ロボシンカリオン未来から来た新速のアルファ x が2019年12月27日に全国公開 DVD と ブルーレイが2020年6月26日に発売されている。地上波では2021年1月3日に東京 MX に手初放送された。興行収入は3億1900万円。劇場版で初出のキャラクターのみ本校に記述する。テレビアニメと連動した店舗であるシンカリオンストアを期間限定で全国各地に出展している。 新幹線変形ロボシンカリオンザアニメーションに関するカテゴリー新幹線変形ロボシンカリオンカードがもらえる超進化バトルに関するカテゴリー劇場版新幹線変形ロボシンカリオン未来から来た新速のアルファ x に関するカテゴリー新幹線変形ロボシンカリオン Z に関するカテゴリーありがとうございます